現代卓球はドライブが攻撃の主流です。そのためドライブの威力や精度を磨くことが欠かせませんが、それだけでは不十分です。ドライブが攻撃の主流である以上、相手にドライブで攻撃された時の対応力を高める必要があるのです。対ドライブ技術の重要性を宮崎監督は次のように語ります。まずはもう絶対的にブロックだと思います。まずブロック力を上げないとカウンターは打てません。最初から打とうと思うと、どうしてもバックスイングが大きくなって、大きくなるともカウンターは打てません。どちらかというと当ててからかぶせる、当ててからかぶせるということ、まず当てる、そのところに足を持っていく、ラケットを持っていくというのが重要です。その第一段階はもうかなりブロックだと思います。だからしっかりブロックができる、そこからカウンターに進歩していくということなので、まずしっかりブロックを覚えるということですね。しかし皆さん、ブロックはどうして覚えたらいいんだということになりますけど、よく日本では練習する人と練習相手と決めますよね。まさしくその練習相手がブロックの練習なんですよね。ですから、あ、僕は今ブロックの練習相手なんだと、 A 君の練習相手なんだというふうにしてやってる選手っていうのは絶対強くならないと。A 君が練習してても、今これ僕のブロックの練習なんだと、あ、ラケットの少し上に当たった、あ、根元に当たった、あ、下に当たった、そういう感覚がしっかり身につく、この手のひらで感じられるというレベルまで集中して、自分がそのブロック、まあ、俗に言う練習相手をしっかりやれる選手は、そこから、あ、少し伸ばせる、あ、この感覚がある、来たボールを少し横に回転を入れれたというふうな感覚が身についてくる。そのブロックからカウンターになってくる。ですから日頃の練習の、メニューを無理やりブロックが上手になる練習っていうのはなかなか難しいんですよね。練習相手する、それがまさしくブロックの練習になっていると、そこを集中して感覚を身につけるということが大事になると思います。それではブロックを身につけるドリルから紹介しましょう。ドライブを打つ選手は、フォア側から相手のクロスに2本、バック側から相手のクロスに2本の順にフォアハンドドライブを打ちます。このドライブに対してブロックする選手は、バックハンドとフォアハンドでブロックします。このドリルでは、ドライブに対する両ハンドブロックの基本を身につけることができます。ラケットの打球面を軽くかぶせ、ラケットを前方に軽く押すように打球することが、ブロックを安定させるポイントです。ブロックを安定させるには、打球する位置も重要です。バックハンドでブロックするときは、体の正面で打球することを心がけてください。一方、フォアハンドでブロックするときは、肘にゆとりのある姿勢で打球しましょう。ブロックの感覚がつかめたら、次のステップです。コート前面にランダムに置かれたドライブをブロックするドリルに取り組みましょう。ブロックするコースは相手コートの半面に限定し、相手にはコート前面にランダムでドライブを打ってもらいます。この練習は
ブロックする時の判断力を高めることが狙いです。相手のバックスイングの様子やラケット角度などに注目して、いち早くドライブのコースを予測しましょう。次は、フォア前のボールをフリックした後、バックハンドでブロックする2球1セットの打球練習です。フリックした後は、踏み込んだ右足を後ろに引いて、素早くブロックできる体勢を作りましょう。一方、ボールを送る側は、ボールを卓球台にワンバウンドさせて、フォア前に送球した後、ノーバウンドでドライブを送球すると、リズムよく送球できるでしょう。フォアハンドもバックハンドも飛べるブロックという技術がだんだん少なくなってきてます。そこから進歩して全部フォアバックハンドカウンターフォアハンドカウンターというもうカウンター対カウンターの試合というふうに進化してきております。まあ男子を例に挙げてみますと、世界ランキングの上位30人の中にもうほとんどが裏ソフトを使ったドライブマンなんですね。ドライブマンほとんどが、ということはドライブに対していかにそれを処理するかというのはもう現代卓球にとってはもう不可欠な課題でありますよね。でそれを一昔前はそれを一生懸命こうブロックするいなすということがあったんですけど、今はそれは一回守ってしまったら連続で攻められるわけなんですよ。自分が攻めてあコースが悪いところに来て一回守る、攻めて守るともう相手にずっと攻められっぱなしなんです。今は攻めて全部攻めないとダメ。しかし相手もそれで来るんですね。で相手のボールっていうのはほとんどがそれドライブなの。そのドライブボールをいかにこの攻めるか、いかに処理するか、攻めながら処理するというのがすごい重要だと思ってます。ここからはフォア側に連続して送られてくるドライブをフォアハンドでカウンタードライブする打球練習を紹介しましょう。このドリルはカウンタードライブの基本を身につけることが狙いです。前傾姿勢を保ち、前腕を鋭く畳みながらコンパクトにスイングしましょう。次はフォア前のボールをフリックした後、フォア側に来たドライブをカウンターする2球1セットの打球練習です。フリックした後は素早くカウンターが打てる体勢に戻ることが重要です。体勢を整えたら、速い打球点を狙って、コンパクトなスイングでカウンタードライブしましょう。丹羽選手のように、姿勢を低くしながらスイングすると、相手のドライブの威力を抑えやすくできるため、安定してカウンタードライブすることができます。
続いてフォア、ミドル、バック、フォアの順にブロックを送った後、ストレートに来たドライブをカウンターで打ち返すシステム練習を紹介します。ストレートにドライブを打たれた場合は時間の余裕がありません。松平選手のようにコンパクトなスイングを意識してカウンタードライブしましょう。今度はフォア、ミドル、バックの順にブロックを送った後、相手が回り込んでクロスに打ってきたドライブをカウンタードライブするシステム練習です。丹羽選手の前腕を使ったコンパクトなスイングを参考にしましょう。ここからはバックハンドのカウンタードライブを磨くドリルを紹介しましょう。これからの卓球を勝ち抜くためにはフォアハンドだけでなくバックハンドからのカウンタードライブも必要です。とはいえ、いきなりバックハンドのカウンタードライブは非常に難しいテクニックです。そこでまずドライブに対して全身回転を少しかけて返球する伸ばすブロックから覚え始めると良いでしょう。伸ばすブロックはカウンタードライブほど威力はありませんが、相手の連続攻撃を防いだり打球ミスを誘ったりできる有効なテクニックです。コンパクトなスイングを心がけてバックハンドでドライブをかけ返す感覚をつかみましょう。バックハンドの伸ばすブロックでドライブをかけ返すイメージをつかんだら、バックハンドのカウンタードライブにステップアップしましょう。伸ばすブロックよりもスイングを若干大きくし、インパクトで力を入れることがポイントです。続いてフォア前のボールをフリックした後、バックハンドでカウンタードライブするより実践的な打球練習を紹介しましょう。ボールを上から押さえつけるような丹羽選手のスイングを参考にしましょう。次はミドル、バック、フォアの順にフォアハンドでブロックした後、バッククロスに来たドライブをバックハンドでカウンタードライブするシステム練習を紹介します。ラケットの打球面をかぶせ、速い打球点を狙って水平方向にスイングしましょう。続いてフォア、ミドル、バックの順にバックハンドでブロックした後、バックストレートに来たドライブを
バックハンドでカウンタードライブするドリルです。インパクト以外は腕の力をリラックスさせてラケットをコンパクトに振り抜きましょう。世界ではカウンタードライブをさらにカウンターで攻め返すダブルカウンターも当たり前のテクニックになっています。そこで、ここからはダブルカウンターを身につけるドリルや技術的なポイントを紹介していきましょう。まずコースを決めて、お互いがフォアハンドのカウンタードライブを打ち合うドリルです。コンパクトなスイングでドライブをかけ返し、できるだけ続けることを目標に練習しましょう。次はバックハンドでカウンタードライブを打ち合うドリルを紹介します。速い打球点でボールにしっかり全身回転をかけることを意識して、練習に取り組みましょう。続いて、お互いが両サイドにフットワークしながら、両ハンドでカウンタードライブを打ち合うドリルです。一方の選手は、クロスに両ハンドでカウンタードライブし、もう一方の選手は、ストレートに両ハンドでカウンタードライブするドリルです。このドリルはとても難度が高く、お互いが高い集中力を持って練習に挑み、両ハンドのカウンタードライブを打ち合うことが重要です。次はダブルカウンターを鍛えるシステム練習を紹介します。サウスポーの丹羽選手はフォア、ミドル、バックとフォアハンドドライブした後、フォア側に送られてきたブロックをクロスにフォアハンドドライブします。松平選手はこのドライブに対し回り込んでカウンタードライブします。ここからお互いがカウンタードライブを打ち合うドリルです。素早い戻りを意識してカウンタードライブを打ち合いましょう。ドライブに対するテクニックはブロックやカウンターだけではありません。台から離れてドライブをドライブで打ち返すテクニックも必ず身につける必要があります。まず中陣からドライブを打ち合うドリルを紹介しましょう。ドライブに対するテクニックの良し悪しは試合の勝敗を大きく左右します。台から離れてドライブを打ち合う時も、速い打球点を捉える意識を持って練習に取り組んでください。中陣よりもさらに台から離れてドライブを打ち合うドリルを紹介します。
台から離れて打球するため、下半身を使った大きなスイングを心がけてください。ブロックやカウンター、ドライブの引き合いなどのテクニックを高め、あらゆるシーンでドライブに強くなりましょう。